皆さん、2021年お正月いかがお過ごしでしょうか。まあ自分は普通に食って寝てのね、生活をしてました。ということで、まあちょっと、元旦の動画でも話した通り、まあ宣伝になるんですけれども、今年に入って、2つのチャンネルを開設いたしました。フード&トラベルチャンネルと、DIY& ビルドチャンネル。まあその名の通り、食べ物系とか旅行系、あとアウトドアとか、あと散歩動画とか、そういうものを上げていく、チャンネルと、まあ、DIY チャンネル、更新頻度とかそんな高くないと思うんですけれども、伸びやすい分野ということで、DIY 系の動画とか、何か作る動画をアップさせていただこうと思ってね、この2チャンネルを、開設させていただきました。概要欄にね、リンク貼っておきましたので、そちらからぜひチャンネル登録と、よろしくお願いします。Twitter、Instagram 毎日投稿の Vlog もやっておりますので、そちらも概要欄にリンク貼っておきましたので、そちらからね、フォローとチャンネル登録の方もお願いします。ということで、正月、まあ動画アップしてなかったんですけど、まあ特にね、特別なことしてなくて、まあ外にもあんま出なかったし、買い物もそんなしてなかったってことで、まあネタがなかったっていうことでいいのかわかりませんけど、新年一発目の動画では、あるものを紹介したいと思います。これですね、皆さんおなじみの。タリーズコーヒーでございます。皆さん好きでしょうか？若松だと、メガドンキに入ってます。元アピタンですね。メガドンキに入ってて、まあ、自分結構タリーズ好きでよく行くんですけど、はい。まあ、スタバも個人的に好きで行くんですけど、あれは会津にないのと、タリーズはね、少しなんか深みのあるような味で好きなんですよね。ちょっと渋みが強いんですけど、ちょっとね、濃くて深みのある味で、いろんなところのコーヒー飲んできてますけど、ちょっとね、好きな味です、これは。どこも美味しいんでね、順位付けできないですけど、まあ、タリーズはどっちかというと、渋みがあって、深みがある、で、コクがあるっていう、感じで思ってます、自分は。今回なんですけど、まあ皆さん、福袋、買われたと思います。自分もね、今回は、タリーズで、福袋を購入しました。これね、若松のメガドンキに入ってる、タリーズで購入しました。で、この福袋の値段は1万円です。まあ、高いですよね。高いと思うんですが、まあ、お値段以上なんですよ。もちろん、福袋ということもあって。で、そのお値段以上というのも、すごいのが、商品券が入ってるんですよね、この中に。その、後で説明しますけど、コーヒーと商品券での引き換え券みたいなのが入ってるんですが、それがなんと1万円分でございます。だからもう、その商品券だけで、元を取っちゃってます。で、メインはそれじゃないんですよ。まず、5種類のコーヒー豆と、ドリッパーとハンドミルが入ってます。すごくないですか？これで1万円です。店舗で買ったら2万円ぐらいの、商品の組み合わせなんですけれども、福袋で買うと1万円ということですね。昨日実はね、行って迷ってたんですけど、まあちょっと高いから考えどころだなと思ってたんですよ。やっぱり欲しいと思って今日行ったんですよ。さすがに1万円だからそんなに売れるのかなとも正直思ってたんですけど、もう昨日売れちゃったみたいで、再入荷して、もう一回並べて売ってたみたいですね。結構人気だったみたいです。あ、じゃあ早速見ていきたいと思いますけど、袋こんな感じですね。グアテマラ、ペルー、ブラジル。なんてコーヒーのね、豆の名前が書いてあったりして、こんな感じのね、おしゃれな赤い袋になってますね。このコーヒーのイラストとか入ってて、世界地図っていうか、このコーヒーのね、取れる国名になってて、結構おしゃれな袋ですね。赤いんで結構目立つんですよね、並んでても。はい、こんな感じですね。エチオピア、タンザニア、ということでね、そこのね、国の形が載ってます。で、このね、かすかにこの、ハンドミルのイラストも載ってます。結構でかいですね。はい、で、中身を、開封していきます。まずこれが一つですね。これが、商品券でございますね。商品券っていうより、まあ、これは金券みたいなやつなんですけど、ちょっとね、今、帰りに、飲むので、2枚使っちゃったんですが、こんな感じでね、2021ハッピーバックドリンクチケットという書いてあるんですけれども、まあ、1万円分で、20枚入りだから、1つ、500円かな。500円の、券が20枚入ってます。これはお好きなショートサイズのドリンク1杯と交換させていただきますって、書いてあるんですけれども、1枚1枚切り取って、いくら分って使うよりは、ショートサイズの、ドリンクと交換できる、券みたいな感じですね。特にね、一応500円って、これね、1万円分で20枚って割ると500円になるんですけれども、ショートサイズのドリンクとの引き換え券みたいな感じになります。で、
ですね、だからショートサイズ高い、金額のショートサイズのコーヒーを買った方が得なんですよね。ブレンドコーヒーとか普通のコーヒーとかだと400いくらなので、でもなんか味付いたラテ系のやつだと470円とかだったので、そちらをね、飲むとお得なんじゃないかなと思います。あとこれね、他のサイズもそのショートサイズとの差額を払えばそのサイズの出来るらしいんですよね。だからプラス50円で通る、プラス100円でグランドサイズに、グランデサイズに出来るらしいので、安い価格帯の本日のコーヒーとかブレンドコーヒーを飲む場合は、そのプラス50円とか出して上のサイズにした方が若干お得かもしれません。でもね、これだけでも1万円分あるので、もうこれで福袋の元は取っちゃってます。ちなみに有効期限は6月24日までなので、半年は使えないかな、半年5ヶ月ちょっとはね使えるような感じです。まあこんな感じになってて、切り取って使う感じですね。だから切り取って財布に入れとくとかでもいいんじゃないかなと思います。こんな感じのやつですね。はい、ドリンクチケット、ここに説明書きが載ってますけど、はい、裏にはこんな感じのことが書いてありますね。ちょっとバーコードをお見せできないんですが、使用方法とかここに書いてあります。こんな感じです。お次からグッズになります。一番目立つのはこれか。はい、ですね、豆でございます。この豆が一ついくらだろうな、ちょっと調べます。今調べてみたところ、これ豆一つはだいたい1,050円とか1,080円ぐらいでしたね。店舗では分かんないですけど、ネットではそのぐらいの値段でした。それが5つ入ってるので、おそらく550円とか6000円相当の、豆が入ってます。だからもうこれで16,000円ですよね。かなりお得なことが分かります。はい、5種類ですね。なのでちょっと開けていきたいと思います。あー、もう開けた瞬間からすごい豆のいい匂いがします。うおー、すごい。じゃあ一つ一つ紹介していきます。こんな感じですね。全種類だと、こんな感じになります。まあ知ってるは知ってるんですけど、そんなに知識豊富ではないので、ちょっとねあまり詳しくは語れないんですが、ちょっと一つ一つ紹介していきたいと思います。はい、これがペルーですね。ペルー産の、コーヒー豆です。収穫時期が、去年の6月から7月で、テイストはスッキリ感にボディにで、おすすめの飲み方が、ブラックということです。まあ多分自分はブラックで飲むのが多いんでしょうけど、はい。サンドイッチ、これは一緒に食べるといいようなやつですね。サンドイッチとなんか合うらしいです。コーヒーのスッキリ感がレタスやトマトのフレッシュ感を感じさせ、クリーミーで酸味のあるマヨネーズをまろやかにします。サンドイッチと飲むと美味しく飲めるよと、お互いに美味しく感じるよってことですね。エリアは、カハマルカ県チリノスエリアということです。標高 1700m、 フーリーボッシュドってことですね。産地の特徴、チリノスエリアはアンデス山脈の尾根にあり、容易に人が入り込める場所ではありません。ここら辺は写しておきます。こんな感じでね、説明が、載ってる感じですね。はい、賞味は、12月ぐらいまで OK です。これは粉ですね。粉って言ってもすぐ水に入れて飲める粉ではなくて、ちゃんと豆を砕いた状態の粉なので、これね、ドリッパーもついてますので、それでろ過して飲む必要があります。ペルーです。次エチオピア。エチオピアは豆ですね。この、パープルの、パッケージになってます。収穫は10月から12月、最近ですね。はい、味わいが、スッキリ感4ボディ4ということです。おすすめの飲み方が、ブラックとハニー、蜂蜜を入れると美味しいらしいですね。だからブラックで飲むのもいいし、甘さ欲しい人は、蜂蜜入れると美味しく飲めるみたいです。これはショートケーキとは合うらしいです。いちごの酸味とコーヒーのベリーのようなフレーバーが心地よく混ざり合います。生クリームのまろやかさも加わり、口の中で溶け合いますということですね。はい、エチオピア、まあ、生産国はエチオピア。エリアはシダモグジ。標高が 2000m の、生成ナチュラルです。産地の特徴、アノソラ農園は、標高 2000m に位置し、コーヒー生産は困難と思われていました。なんか農園で作られてるみたいなことが書いてありますね。はい、こんな感じです。ブラジルは粉、緑のパッケージです。収穫は5月から8月、
テイストスッキリ感が 2.5、 ボディが3、おすすめが、ブラックとシュガー、砂糖入れて飲むってことですね。はい。で、合うのがチョコレート、口の中全体に、広がるチョコレートの甘さとコーヒーのカカオのようなフレーバーが溶け合い、風味がより豊かに感じられますということですね。はい。まあ、ブラジルですね。はい。生産国のブラジルエリアがバトスデミナス。バトスデミナス。標高が1000メートル、生成がナチュラルですね。タリーズと最も深い信頼関係に、結ばれているパートナー農園の、ブラジルハウ農園がレッドブルボンとイエローブルボンをブレンドし、ハッピーバッグ用限定の味わいを届けてくれました。これ限定で、作られた豆ってことですね。これかなりいいんじゃないですかね。限定の豆なので、この福袋でしか味わえない味がね、楽しめるということです。タンザニアは茶色のパッケージで豆です。収穫時期が6月から8月。スッキリ感が、3、ボディが 2.5。で、ブラックとシュルガーがおすすめの飲み方です。あまり洋館に合います。コーヒーのビター感が、あんこの甘さを、和らげ、ブラウンシュガーのようなコーヒーの風味が、再立ちますということです。生産国タンザニア。エリア、ムベヤ。標高1300から1800メートル。生成がフーリーオフシュドっていう、生成ですね。タンザニアのコーヒーはキリマンジャロの名前でも、次第で人気の高い、銘柄です。あれですよね、セブンで、一昨年ぐらいに、なってたのが多分キリマンジャロですよね。ちょっと違いがわかんないですけど、これは、タンザニアです。最後、これがグアテマラです。今セブンでやってるグアテマラですね。アメリカの南部あたりにね、位置する国ですが、これがね、1月から4月の、収穫時期は1月から4月。で、味わいテイストが、スッキリ感 2.5、ボディが3です。おすすめの飲み方は、ブラックとシュガー。まあ大体そうですね。で、ガレットというか、みたいですね。ガレットの甘く柔らかな、香ばしさとコーヒーのカラメルのような、甘さが口の中で調和し、心地よさが長く続きます。生産国が、グアテマラ、エリアがアヤルサ、標高1700メートルから2000メートル、生成がフーリーウォッシュドっていうやつですね、はい、ロスシミエントス農園は、アヤルサ湖という美しい湖に、面した農園です。グアテマラはあのセブンのやつ紹介するときに調べた記憶がありますね。ちなみにこれ全部メイドインジャパンでございます。取れたのは、様々、これらの地域ですけど、作られたのはジャパンです。ほんとタリーズ美味しくてね、会津にスタバなくても許せるぐらい美味しいです。一つ一つのレビューはどうかな、機会があればやってみようと思いますけど、また今度ですね。はい、ちょっと豆の紹介長くなってしまって、自分も知りたかったんでちょっと、いろいろ見てしまいましたけど、これですね、二つ。グッズがもう二つあります。これが、ドリッパーです。ドリッパー、コーヒーの紙を入れて、そこに粉を入れて、紙でろ過するやつですね。タリーズオリジナルドリッパー。こんな感じですね。おしゃれなこのシンプルなパッケージでございます。タリーズコーヒー。はい。これは価格が1000円らしいです。開けていきましょう。タリーズオリジナルドリッパー、説明書が入ってますね。はい、最初は洗剤で洗えということと、そんな感じですね。はい、これが本体。お、結構なんか作りが立派。あ、ちなみにこれね、福袋では緑とピンクっぽいのが選べたんですけど、緑にしました。なんかタリーズって緑のイメージがあるんですよね。はい、こんな感じですね。材質はプラスチックなんですけど、なんかかなりごっつくて高級感のある感じですね。おお、すごい、思ってたのよりなんかいい。こんな感じでございます。ここに、紙を入れて、粉を入れてお湯でこうやってやるやつですね。今度やってみたいですね。自分機械で入れることが多くて、手で入れたことないので、今度、挑戦してみたいです。このコーヒー店のグッズって初めて買いましたけど、やっぱ高級感がある。
おーすごい、なんかドリッパーでこんな、そんなに喋ることはないですけど、こんな感じですね。最後の品物です。これはミルです。豆砕く、豆を粉状にするやつですね。タリーズコーヒーとなってて、ドリッパーと同じようなパッケージですね。はい、こんな感じです。はい、タリーズスマートコーヒーミルです。お、こんな感じの梱包です。説明書が入ってます。取扱説明書、豆は 20g まで引けるみたいですね。はい、まあ洗ってから使ってくださいってことが書いてありました。パーツとかこんな感じです。はいはい、これが本体。おお、かっこいいです。デザインが非常にかっこいい。ここがステンレスのような質感になってますね。非常に高級感があります。とってもそうですね。こんな感じで取っ手を折りたためるような構造になってます。はい、ここにタリーズのロゴが入ってて、でここにロック機構があって、これ回すとこうですね。そうするとプラスチック製の容器が外れて、ここに引かれた豆が、集まるっていうことです。はい、こんな感じですね。見てわかる通り、これ大変コンパクトな、商品になってるんで、持ち運びとか会社とか、車の中とかで、豆からコーヒーを飲みたいっていう方はね、これおすすめだと思います。で、上部をこんな感じで開けると豆を入れるところが出てきます。ここに豆を入れるんですけど、これ大体入れると 20g 入るので測る必要がないってことです。入るだけ入れたら 20g って書いてありました。でですね、粗さも調節できるみたいで、ここの、容器を取って、ここの刃の部分で、豆が出てくる部分で調節できるみたいです。で、粗さ調節の方法なんですけれども、ここに粗さ調節ナットというものがあります。粗さ調節ナットを時計回りに回して、回し切った状態にしてくださいと書いてあります。はい、ここで動かなくなるところがあると思うので、これが回し切った状態。そして回し切った状態から半時計回りに、1回転半から2回転の位置が、中引きとなりますということですね。だから、1回転半から2回転、この辺が中引き、時計回りに回すと細かく、半時計回りに回すと粗く設定できます。で、この粗さなんですけど、細かい方が、味が濃くなります。その豆が砕かれた表面積が細かい方が大きくなるわけなので、その方がコーヒーは濃くなります。薄めのコーヒーがいいという方は、粗引き、濃いめのコーヒーがいいという方は、細かい引き方っていう感じでね、いいと思います。自分もね、そこまでねプロじゃないんで分かんないんですけど、そういう感覚でいいと思います。はい、ということで、新年一発目の、商品紹介はタリーズの、この福袋、ハッピーバッグを紹介してみました。ですね、これで今年も、家でもコーヒー飲みながら、店舗でもね、もうほぼ実質無料でコーヒーが飲めるということで、今年もこれでね気合が入るんじゃないかなと思います。今年もこの YouTube への、動画投稿およびその他ね、やらないといけないことを、頑張ってやっていきます。このチャンネルではね、主に商品紹介とか、レビューをしておりますので、ぜひね、下の概要欄もしくはチャンネルのプロフィールから、チャンネル登録よろしくお願いします。あと、そして他3つの YouTube チャンネル、 Twitter、Instagram もやっておりますので、そちらも概要欄にリンクを貼っておきましたので、チャンネル登録もしくはフォローよろしくお願いします。ではまた。